ニュータウンの戦いはアメリカ独立戦争の中盤1779年8月29日にアメリカ大陸軍の行ったサリバン遠征で唯一の大きな戦闘である。この遠征はイギリス軍側についたイロコイ連邦インディアンからのニューヨーク国に対する脅威を終わらせるために大陸会議がジョン・サリバン将軍に命じてニューヨーク国からイロコイ族を追い出すことを目指していた。 ロイヤリストの指導者、ジョン・バトラーとウォルター・バトラーは、ニュータウンで大陸軍と対峙することを望まず、航軍中の敵軍にゲリラ戦を仕掛けることを提案したが、サエンクエラータなどインディアンの州長たちに押し切られた。この戦闘は、サリバン遠征の中で最も重要な戦闘であり、アメリカ独立戦争の中でも重要な転機になった。戦闘は、現在のニューヨーク州、エルマイラのすぐ郊外、 シェマング川に沿った丘のふもとで行われた。サリバンヒルの頂上からホフマンフォローを見下ろす戦闘は現在ニュータウン線上は都市立公園の一部になっているサリバンヒルと呼ばれる高い丘に沿って起こった。この丘はシェマング川に沿って南東から北西に走っており、頂部の長さは1マイル、ふもとのニュータウンに向かう道路からの高さ600フィートだった。丘の斜面は 松と低木の多くが茂っていた。ホフマンホローと呼ばれる小さな丘と樹木が深い湿地がサリバンヒルのすぐ東にあった。ボールドウィンクリークと呼ばれる小さな水路がホフマンホローを抜けセマング川に注いでいた。このクリークはセマング川からはサリバンヒルの反対側、北西を通っており西岸は急斜面だった。イギリス軍とインディアンの部隊は 丘の南東足の上、約150フィート、道路までは、マスケット銃の射程圏内に、馬帝型でカムフラージュされたドルイを築いた。イギリス軍はこの丘を、大陸軍が、カユガ族のナンティコークとカナワホラの町に接近する、際の監視地点と障害物として用いた。カユガ族の町は、現在のエルマイラの位置にあった。1779年8月26日、 サリバンはその軍隊の二つの部隊が集結した、サリバン砦を進発した。その軍隊は、約五千名の武装が整い、十分な補給を受けた兵士で構成されていた。部隊は、ニューヨーク国西部にある、色濃い連邦の町と畑を破壊するために、サスケ花川河油が支流をゆるり進んだ。サリバン砦からは、ちょうど十マイル上流に、 元はダニエル・モーガン大佐の暫定ライフル隊にいたライフル狙撃兵3個中隊からなる前衛部隊が午前半ばに到着した。待ち伏せを警戒して進軍を停止し、周囲を偵察した。11時から11時半の間に隠された陣地を発見し、即座にエドワード・ハンド順将に知らせた。ハンドは警府標部隊を派遣し、 ボールドウィンクリークの土手を縦に射撃体制を取らせ、陣地に向かって繰り返し発砲させた。これに対して、守備側は、大陸軍を待ち伏せ地点におびき出そうと偽装撤退を繰り返したが、大陸軍側は動かなかった。サリバンは川沿いを進軍して縦長に伸びきっていた前、部隊が集結した後に、午後3時から旅団長たちと作戦会議を開き、作戦を決定した。 マテア・ソグデン大佐が指揮する第一ニュージャージー連隊が、ウィリアム・マックスウェル巡将のニュージャージー旅団から分離し、ロイヤリストとインディアンの部隊の側面をつくために、セマング川に沿って西に向かった。同様に、ジェームズ・クリントン巡将のニューヨーク旅団とエノック、プア巡将のニューハンプシャー旅団が、東のホフマンホローを通る回り道をして、丘の東側面から接近し、 敵軍への全面攻撃の時に敵の左翼に向かうこととされた。一方、サリワンのペンシルベニアとニュージャージー閣僚団の統合部隊は、遠征に参加しているすべての系譜票を寄せ集めた暫定連隊も吸収し、攻撃の準備を整えた。最初の1時間の終わりに10門の大砲が道に近い高台に据えられて、敵のドルやその間の地帯に向かって発砲することになった。 この発砲がハンド将軍の暫定連隊に馬帝系の中央に向かって側面攻撃を行う合図になり同時に東に向かった旅団が中に切れ込んで丘の頂部を攻撃しドルイの左翼と背後に攻撃を向けることとされた。プアとクリントンの攻撃による銃声がハンドの部隊に届いた時にその旅団はマクスウェルの旅団に支援されてドルイを吸収し 守備側に十字砲火を浴びせるものとされていた。この作戦は複雑であり、命令が急に伝えられて余裕のないものだったが、旺盛な戦意を持って実行された。最終的な結果は、ロイヤリストと色恋族インディアンの完敗になった。プアとクリントンの旅団は、サリバンが後に泥沼と表現したホフマンホローの湿地を進む時に遅れ、作戦通りに包位に参加できず、この遅れは、 ロイヤリストと、色い族連合軍が囲みを脱出するのに、十分だった。大陸軍の損失はほとんどジョージ・リード中佐の第二、ニューハンプシャー連隊が攻撃した時に発生した。リード連隊は、プアの攻撃隊の最最悪を任され、斜面が最も急なところを登ったので、旅団の他部隊からはかなり遅れていた。ジョセフ・ブラントが、インディアンの反撃部隊を指揮し、 リード連隊をほとんど包囲した。前線の隣の連隊は28歳のヘンリー・ディア・ボーン・中佐が指揮する第3ニューハンプシャー連隊であり、回れ右して2回一斉射撃を行い、丘を下って攻撃した。クリントンの旅団は、プア旅団の下やや右を登っていったが、その第3及び第5ニューヨーク連隊を救援に派遣し、インディアンの反撃を追えさせた。 サリバンの軍隊はその後さらに三つの町を壊滅させ、付近の畑と食料の備蓄を破壊した後に、四季の落ちた敵を三週間北に追撃し、その遠征を成功のうちに終了した。歴史家のアラン・ダブル・エッカートは次のように記している。ニュータウンの戦いは、他の戦闘に比べれば確かに激しいものではなかったが、大変重要なものだった。色濃い連邦の軍事力を破壊し、 指揮を打ち砕いた戦闘だった。戦死者、エリジャ・クレイズ・大尉ナサニエル・マコーリー中尉5長3名と、兵卒2名、軍曹1名も戦死したと報告されている。負傷者、ベンジャミン・ティット・コム少佐。兵卒の負傷者は資料によって20名、内視39名と、様々な数字があり、プワ旅団は少なくとも27名、その他の部隊は4名がいた。 ニュータウン戦場国定歴史史跡は、ニューヨーク州シェマング郡のアッシュランドとシェマングの各町お及びエルマイラ市にまたがる2100エーカー、近い広さにまたがっている。1973年、連邦政府がその歴史的重要性を認めて、国定歴史史跡に指定した。ニュータウン戦場跡を、アメリカ合衆国国立公園局の管轄に組み込むために、内務長官ダークケンプソーンが、 ニュータウン戦場の重要性の評価、並びに国立公園局の管轄に含めることの妥当性と可能性を評価する特別研究を遂行することを支持する連邦議会決議案 HR6866 が検討に付された。今日の戦場後には、週刊高速道路86号線とニューヨーク州道17号線のウェルズバーブ出口から行くことができる。 インターチェンジ近くのいくつかの道路標識で様々な舞台の位置がわかる。修立公園うちのクリントンとプアの旅団が陣取った場所に近い丘の斜面に高い記念碑が立っている。この丘からはインターチェンジを見下ろすことができ、現在ニュータウン戦場修立公園と呼ばれている。ありがとうございます。